時刻は18時半になりました。時の番人のストレスフリーライフの時間です。本日も渡嘉敷かおりが MC を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、またこちらですね、放送は、宜野湾のヒルズ通りの FM 宜野湾の海の見える素敵なスタジオから放送しております。はい、あかりさん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。いはい。や、なんかね、お盆が過ぎて、ちょっと、夜は少しなんとなく涼しくなった気がしません？そうですね、秋めいてきてますよね。急にね。はい。でもやっぱり日中はまだ暑いですね。本当に。今ね、私の車、クーラーが調子悪いんですよ。これはちょっと大変なことになりましちたょっね。とかなり大変です。走ってる時は大丈夫なんですけど、はいはい。ちょっと渋滞とか、車と停車してる時、この太陽の下だと、もう、なんだ、蒸し風呂状態っていうか、サウナにいるのかっていうぐらい、汗が止まらなくなる。いやー、そりゃ大変ですよ。家が天国に感じますよね、そしたら。本当です、クーラーの中はね、もうありがたいなと思いますよ。9月に入ったらまたちょっとはマシになるといいですよね、暑さも。ね、少しね、暑さ。ただ気温はね、沖縄の方が逆に県外より低いっていうらし、低いらしいのでね、もしかしたら風とかが過ごしやすいかもだけど、はい。だんだん暑さも和らいで秋にな近づいてくるのかなっていう、なんか気配が、そうですね。するので、はい。季節が変わっていくなって感じします。では本日はどういったテーマでお話し進めていきましょうか。はい。今日はですね、あうんの呼吸っていうのを、ちょっとあかりさんとお話しできればいいなと思っていて、私が、よくお伝えするので、最大の時間短縮はあうんの呼吸ですよっていうお話をしてるんですよ。えって思うところもあるかもしれないんですけど、はい。あうんの呼吸っていうのをね、ちょっとね、まず、どういうことかっていうのをお話ししながら、後半、はい。そこを深掘りしていけたらなと思います。では一旦 CM 挟んで、はい。そうですね。テーちょっとマ早いに。ですけど、後半に時間たっぷり取りましょう。それでは。はい。はい、CM に行きますので、後ほどお会いしましょう。CM ですね。はい。娘は夏休みがあさって終わるから。あさって？そう、終わるから、もう今、絵を描く追い込みに入ってる。そうね。そうね。なんかね、のんびりしてますね、今年は。そうね。やっぱり昼間は、どっか建物の中に入ったりとかして、あんまり外にいないように、体力がなんかね、外にいるだけで奪われていくから。はい。この番組は、時の番人のストレスフリーライフのお時間になっております。渡嘉敷かおりが MC を務めております。また、番組はですね、メッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。番組は YouTube でもネット配信しておりますので、そちらのホームページからもご覧いただけます。また、サイマル放送とかリスナージからもご覧いただけますので、ぜひお聞きいただきたいなと思っております。はい。あかりさん。先ほど。はい。で、前半でね、ちょっとあうんの呼吸っていう話題を今日はしてみたいですってお話をしたんですけれども。はい。ね、あうんの呼吸って私、最大の時間短縮ですよっていうことをいろいろな方にお話ししてるんですよ。まあね、最初、いきなり唐突でこの話されると、あれって思うかもしれないんですけど、ね、あかりさんのあうんの呼吸っていうイメージ、どんなイメージがありますか？そうですね、なんかこの際調べてみようと思ったんですけど、
なんか、阿吽の呼吸とは、2人以上で一緒に物事を行う際、互いの微妙な気持ちや息が合っていることを表す言葉っていうところと、ビジネスシーンでは、相手が何を必要としているか、何をしようとしているかを言葉にしなくても分かり合える状態を指すっていうふうにあって、で、私のなんか今までの認識とも相違はないんですけど、ただやっぱり阿吽の呼吸ってできたらいいけど、できないから困ってるみたいな場面って多いだろうなっては思いましたね。そうですよね。結構イライラモヤモヤする時って、ね、もうこの人何考えてるんだろうとかっていうことが多くないですか？そうですね。またなんかこう、阿吽の呼吸ができてるつもりで、共有不足で大きいミスにつながるとかもある気がして、怖い気もしますかにあね。るかも。特に、まあ、夫婦関係はね、分かってるでしょっていうところもあるかもしれないけれども、まあね、友達、夫婦関係もやっぱり、この息が合ってるご夫婦とかは、なんだろう、やっぱ楽しいとかね、もう、うち仲いいですよとかって、ね、言うご夫婦が多いんじゃないかなと。友達関係もそうだと思う。なんか、そばにいるだけでいいっていう人とかいるじゃない。気持ちが落ち着いて、ね、なんか、自分のことを理解してくれてるなって感じるときって安心するっていうときは、やっぱりなんか、阿吽の呼吸だって息が合っているっていうことなのかなって思うんですけど。そうですね。またあれですよね。この今の恋人関係で例えると、お互いがそう思ってそういう状態が作られてたらいいですよね。そしたら阿吽の呼吸だけど、じゃない時って片方はもっと一緒に外で行ってアクティブに人と会いたい、カップルと恋人も一緒に人と会いたいけど、でも片方は今みたいに安心してリラックスして一緒にいたいとかだったら、阿吽の呼吸ができていない状態みたいな風になりますよね。そうですね。やっぱり私がやっぱ時間のね、コンサルしてる理由って、自分のなんだろう、このワクワクしたり、自分の人生の時間っていうのを大事にしようとか、もっともっと良くしていきたいなって思いが、を、なんていうの、もっと高めていきましょうっていうようなお話を特にしているので、はい。そこから来ると、やっぱりね、まあ、イライラモヤモヤをもう取り除きたい。取り除いてあげたい、私が。って思うところから、じゃあ、モヤモヤって結構対人、相手がいるからモヤモヤすると思うんですね。確かにそうですね。そこを、じゃあ、この人って何考えてるのかなっていう、やっぱり観察する力だったり、まあ、聞きづらいかもしれないんですけど、こういうことをですかとかっていうのを質問する力、が結構2つは大事じゃないかなと思っていて。阿吽の呼吸をする上でってことですね。そうそうそう、する上でね。なので、それがだん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 同じようなことを繰り返してきたりとか、まあ、癖だったり、その人の癖だったりするのをっていうと、分かってくるじゃない。なの確で、かに。あ、そうそうそう。で、私が言ってる阿吽の呼吸、息を合わすっていうのは、やっぱり予測ができる、行動が予測できることを、まあ、スムーズに進んでいく流れね。結構、後戻りしたり、間違えて、やり直ししたりすることっていうのは、やっぱり、なんか、自分、聞く力ができてなかったんじゃないかなって、私は結構昔反省してたんですよ。もう一回やり直ししないといけないんだとか、ちょっともど、ね、後戻りしないといけないなって思った時に、あれ、ちょっとなんかモヤモヤしながらも、これは、聞き取れてなかったんだなとかっていうところがあるので、もしね、まあ、人間関係だったり、お仕事でもそうだと思うんですけど、なんか、物事がスムーズにいってる時って、やっぱ相手が言ってることがちゃんと受け取れていて、私が伝えたいことが相手にもちゃんと伝わってっていう状況のキャッチボールがずっとできていると、なんか確かに、ね、必要以上の
キャッチボールをしなくて済む状態ですそうがそうね。そうそう。うん。そこを私が言っているあうんの呼吸は最大の時間短縮ですよっていう、ことを言ってるんですけどね。じゃあ、そこに達するまでに、この観察力とか質問力、聞く力っていうのが必要になるってことですかね。そうですね。聞く力結構必要。でもこれって、なんかこう、どうしてもやっぱり自分の要望を伝えたいとか、分かってほしいとかっていう気持ちが勝ってしまうと、聞く力がこう、なんていうんですかね、聞く力に目を向けることができないと思うんですけど、そういった時ってどうしたらいいんですかね。あ、そっか。やっぱりでも質問をしないといけなくって、私がよく、交渉力も、似てるんですけど、この3つのうちのどれですかって質問すると結構解決するよっていう3つの質問があるんですよ。結局、これってあ、時間を意識したお願いなのか、それとも、お金、安く済むように依頼しているお願いなのかとか、あと気持ち、思いを大事にしてお願いしている質問なのかっていう、お仕事の時はよくあるんですけど、結局、スピードなのか、コスト、安くし終わるのか、それとも、こういう形にしたいってイメージをしっかり大事にして、時間がかかっても、少し多少お金がかかってもそこに向かっていくっていう3つ。そうそう。この3つのうちどれですかって聞くことによって相手も、あ、これはね、こういうことだよ。時間をちょっと早めに解消したいから、来週までには結果が出るようにしてほしいとか、とか、いや、もう私たち会社の、例えばロゴを作ったりするときって、思いが、表現できてるロゴじゃないと納得しないじゃない。確かにそうですね。で、そういうのって、やっぱり時間もかかったり、思いも込めるから、少しお金がかかっても、やっぱり着地する、納得するデザインを、ね、見つけていきたいって思いだったりとか、そこの3つの質問で聞くことによって、相手も答えやすいっていう、ありますね。じゃあ、あれですね、この質問の、この、なんていうか、肝を明確にする。で、そしてそれを伝えるっていう。そうそうそで、それをやることで、この、なんというか、こう、無駄な、こう、一番大事なことが伝わってるから、後のこの、細かい部分まで、こう、調整したり、こう、質問のラリーが続くようなことが少なくなるというような感じなんですうそうでかすね。そうですよくある。もう普段のね、日常にあるあるは、例えば LINE で、これ何？って言って、これだよって言って、じゃあこれは？っていう質問が何回も何回も 繰り返して。そうですね。確かに、自分た、私もこの、FM 宜野湾での、こう、連絡をする際に、この質問されるようなことを想定した上で先に自分から言っとくみたいなことは結構しますね。結構あるよね。こういうことを聞きたいんですっていうのを前もって、2つありますとか、2、1個こ、い、なんか1番目これ、2番目これですみたいな感じすると相手も答えやす答えやすくなりますよね。ちょっと画面止まっちゃったので、今、提示することで聞きやすくなるっていうところで止まっちゃったんですが、で、ちょっとインターネット状態が不安定ですって言ってる。一回、もう一回話、仕切り直せそうですかね。あ、大丈夫であ、すおよ。願いします。ですね。なんだっけ。ごめんなさい。一回切ります。あ、そいのまえ、ま続け。こう、提示することで、なんか質問、二つ提示することでってところで止まっちゃっていまそうすですね。ね。例えば LINE とかで、聞いたりするときに、確認すること2つありますって最初に送って、文字でも送って、で、これが1個目で、これ2個目がこれですって言うと、相手も答えやすかったりするっていうのは、結構質問力かなと思ったりするんですよ。確かに、
あれですよね、だって質問する側も、あ、じゃあ相手はこう答えてくるだろうって予測ができるから、なんか無駄な振動がなくていいですよね。ないですね、うん、私基本 2,3 もう やっても2回3回以内で終わりますね、やり取り。ああ、なるほど、うんうん、ラリーが続くのあんまりないようにしてます確かに大事ですよね。で、これこういったやり取りがアウンの呼吸っていうことですね。うん、そうですね、うん、ね、多分皆さんがイメージしてるアウンの呼吸とちょっと解釈が違ったかもしれないんですけど、うん、私が言ってるアウンの呼吸って物事がスムーズに息が合いながら進んでいくことをアウンの呼吸っていう意味合いで捉えてるかな、うんうんうん、はいはい。そのためには、はい、じゃあこの今は聞く力とか質問力について2つの項目で来たんですけど、はい、観察力私すごく気になっていて、あ、はい、癖、その人の癖を見るってことですか。うん、癖を見る。うん、でもそれって何回かお会いした相手とかじゃないとできないような気もするんですけど、うん、初対面とかはどうなんですか。うん、ね、メッセージのやり取りでも分かりますよ。あ、そうなんですね。うん、この人のメッセージ こだわりがあるなとか、とか、ね、同じような感じで返す。うんうん、なんだろう、来たメッセージの、うんうん、絵文字も同じ絵文字で返すとか、はいはいはい、顔文字で来たら顔文字で返すとかっていう。あ、なるほど。うん、とか、それ、うんうん、あ、ごめんなさい。あ、いえいえ、相手から来たメッセージに対して自分も同じ温度感で返すっていうことですか。そう、温度感で返す、はいはい、うん、温度感で返して、でこういう問い合わせがいつもあるなってくると、予想ができるじゃないですか。はいはいはい、うん、これ私、うんうん、あ、どうぞ。そうです、私結構いろんな人とやり取りするんですけど、うんうん、その人のなんかメッセージの送り方の癖、うん、で意外と何を欲しいと思ってるんだなっていうのは予測できます。あ、なるほど。じゃあこうやって相手を観察することで何を聞けばいいかがおのずと分かってくるような形なんですね、はい、何を聞けばいいか分かって、で質問する際に最低限のことで済むようにちょっと考えることができるっていう流れなんでしょうかね。うん、そうですね、うん、はい、で相手が聞きたいことも前もってこれですって伝えておくと、うんうん、相手がえ、これってどうなのっていう質問も返ってこないっていうか、うん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 、あ、今のはこうどういったことなんでしょう、うん、あ、例えば、うん、なんか一緒に出かけたりすることとか決まっていた時に、うんうん、明日よろしくねっていうよりは、うんうん、何時にどこどこで待ち合わせねって言って地図送って、ここ駐車場ないから周りに止めてねとかっていうのを先に伝えるだけでも、私が予約取った場合とかね、お店の予約取った場合とか、はいはい、うん、伝えて、お店の入り口ってこういう入り口だよって写真送って、もう送るだけで相手は迷わないじゃない。うん、そうですね、うんうん、この相手が全くわからないところに来るときに、約束したときに、うん、もう入り口が探せないとか駐車場どことかって電話が来るときとかってないですか、うんうん、ありますね。なるほど。じゃあ これは生活レベルでのあうんの呼吸についてですね。そうですね、うんうん、確かにそうですね。こうなんというか、相手が、あ、ここまでは考えてくれるだろうなって思って情報シェアしなかった時に、うん、この相手からこうやっぱり分かんないよみたいな風に来たりすると思うんですけど、そういったことをなんか相手を気遣った上で先に情報を出しておくみたいなところが、はい、あうんの呼吸の鍵でもあるんですかね。あ、そうですね、うん、もうまさしくおっしゃる通りで、うん、この思いやりですよ、相手に先に伝えるって思いやり。なるほど。やっぱりこうあうんの呼吸ができたらいいですけど、こう私が以前経験した職場では、いや、これぐらいやってくれると思ってたみたいな、こう相手任せになって、こうなんていうんですかね、言わなくても分かるだろうっていう慢心がこうミスにつながってたりしたけど、あうんの呼吸っていうことは思いやりが必要なものなんですね。そうですね、思いやり必要ですよね、うん、なんかね、うん、やっぱり
初めて会う人だったらなおさらじゃないですか。明日よろしくお願いしますって送ってあげるだけでもやっぱり安心感だったりとか。なんか、確かに。その辺のやりとり、普段からのやりとりも、あうんの呼吸に入るかもしれないですね。はあ、なるほど。こうやって日常生活で練習したものがこうビジネスシーンでも生かしたり、来たりするんですかね。いきますよ。はあ、そうなんですね。おお、なんと早いことにお時間も残り、そうですね、5分弱となりました。今日の総括今日はしましね、ょうか。そうですね。今日は、まあね、ちょっとビジネスチックっていうか、あうんの呼吸って時間、最大の時間短縮になりますよっていう話題からテーマでやったんですけど、まあ、要はですね、皆さんが普段、行動したりしてることに対して、ちょっと思いやりを持って相手に先出しして情報をあげたりしたりとか、言葉を添えてあげるっていうことだけでも、だいぶ、その思いが伝えられたりとかするので、そこも時間が短縮されるっていうか、ね、青の呼吸に近づくのと、やっぱり聞いて質問する力、これってどうなのって聞けるっていうことは、相手にとっても、あ、そっか、これって分からなかったんだっていうのを、気づいてもらうきっかけにもなるので、私それ分からないんですっていうことを皆さんなかなか言いづらいと思うんですけど、分からないものは分からないって、やっぱね、質問をできるようなことをすることによって、だいぶ人間関係変わってくると思うんですよ。分かってるだろうって思われてること自体が、ね、ズレが生じるっていうか。そうですね。確かに。でもここでこうなんかやっぱり自分が面倒くさいから相手がもうここまでは分かってくれてるかなっていうふうに行きがちだと思うんですけど、やっぱり思いやりってところが大事なんですね。思いやり大事ですね。で、まあ、忙しくてね、それができない人もいるんですけど、それを汲み取ってくれる周りの人たちもいるんですけど、逆に、自分も、なんか、こういうの苦手だからさ、いつもやってくれてありがとうねっていう言葉の感謝も必要よね。ああ、確かに。汲み取ってもらってるってことを自覚してたらいいですよね、本当に。それ本当大事。な人る間ほど。関係をやっぱり作っていく上で、相手に感謝したりとか思いやりってとっても大事なので、そこがね、皆さん、まあ、難しいよって思うところもあるかもしれないんですけど、まあね、みんな全員同じ気持ちでやらなくていいので、本当に自分が大事にしたいと思っている人たちに関しては、ちゃんとね、伝えてあげられるとか、聞いてあげるっていうところの、あうんの呼吸ができると、もっともっといい、楽しい時間になるかなと思います。ありがとうございます。では最後にこの番組ではメールも募集しておりますので、感想メールとかリアクションメール、ぜひリスナーの皆様お送りください。メールアドレス最後に言ってお別れしましょうかね。ありがとうございます。ぜひ皆さんメッセージもお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。ぜひメッセージお答えしていきたいのでよろしくお願いいたします。私も阿吽の呼吸の極意、思いやりを忘れずに、ちょっとビジネスシーンでも活かせるように頑張りたいと思います。今日はありがとうございます。ちょっとね、話題が、最初入り口難しいかなと思ったんですけど、気楽に、あんまり難しく考えずに、皆さん取り入れていっていただきたいなと思っています。かおりさん、本日もありがとうございました。今日もありがとうございました。